ただいまより岩屋外務大臣の定例会見を始めさせていただきます。それでは大臣お願いいたします。はい、本日外務大臣就任からちょうど1ヶ月を迎えました。この間、衆議院選挙もございましたけれども、我が国は今戦後最も厳しい安全保障環境に直面をしておりますので、外交の歩みを止めることはできないと考えております。昨日も北朝鮮が ICBM 級の弾道ミサイルを発射したことを受けまして、石破政権で初となる国家安全保障会議の四大臣会合を実施しましたほか、私は米国のブリンケン国務長官および韓国のチョ・テヨル外交部長官との間で日米韓の外相電話会談を行ったところでございます。その際には北朝鮮によるロシアへの兵士派遣および武器移転の継続を含む盧朝間、ロシアと北朝鮮の間の軍事協力の深化についても意見を行いまして、これを強く非難をしたところでございます。日本の平和を守り東アジアの安定を図っていくことは世界全体の平和と安定にとっても極めて重要だと考えております。引き続き日米同盟を基軸にいたしまして、日韓、日米韓で一層緊密に連携してこの事態に対処してまいりたいと考えております。冒頭私からは以上です。それではご質問のある方挙手いただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて社名指名についてご質問ください。では共同通信西山さんどうぞ。共同通信の西山です。はい、よろしくお願いします。北朝鮮のロシア派兵について伺います。はいはい、ロシア派兵をめぐってはウクライナのゼレンスキー大統領と韓国のユン大統領が10月29日に電話会談するなど、韓国と、ウクライナの直接のやり取り、ハイレベルのやり取りを行われていると思いますが、日本としても同様にウクライナ側と直接ハイレベルの協議をする予定などはございますか。今後の方針をよろしくお願いします。はい、今ご指摘がありましたように、北朝鮮兵士のですね、ロシア派遣をめぐりましては、10月29日、ユン大統領とゼレンスキー大統領との間で首脳電話会談が行われたと承知をしております。ロシアに派遣された北朝鮮兵士がロシアによるウクライナ侵略に加担をする、その可能性を含めて最近の盧朝軍事協力の動きはウクライナ情勢のさらなる悪化を招くのみならず、我が国を取り巻くですね、このアジアの安全保障に与える影響の観点からも深刻に憂慮をしております。そこで米国韓国とも緊密に連携をしている、また一層していくという考えであります。で、今指摘のあった我が国とウクライナとの間では、平素からさまざまなレベルで意思疎通を行ってきておりますが、適切なタイミングでハイレベルの意思疎通を行いたいというふうに思っておりまして、ウクライナ側との連携はさらに強化してまいりたいと考えております。はい、次のご質問どうぞ。読売新聞上村さんどうぞ。読売新聞の上村です。お願いします。はい、皇室典範に関する国連の勧告についてお伺いします。はい、ちょっと何点かありますのでまとめてお伺いします。大丈夫ですか。はい、はい、国連女子差別撤廃委員会は10月29日にですね、男系男子による皇位継承を定めた皇室典範を改正するように勧告しました。まずですね、この改めましてこれの受け止めと、日本側が、抗議と削除の申し入れを行っていると承知していますが、それがその後どうなったかについてお伺いします。また併せてですね、この抗議はいつどのレベルで行ったかということもお聞かせください。また関連してなんですが、こうした勧告はですね、
ね、過去にも同様 の, 内容の話はあったと承知してます。でその際は素案の段階で削除を申し入れて実際が取り上げられなかったと承知してますが、うんうん、今回はそのような働きかけはあったかのか否かをお聞かせください。はい、お尋ねのですね、女子差別撤廃委員会対日審査における、まあ、行為継承に関してですが、先日官房長官もお答えしたとおりに、我が国としてはですね、10月17日の委員会審査におきまして、我が国の行為継承のあり方は国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らして、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではないという旨を説明をしたところでございます。審査終了後にはですね、委員会に対して行為に就く資格は基本的人権には含まれていないことから、皇室典範において行為継承資格が男系男子に限定されていることは、女子差別撤廃条約第一条の女子に対する差別には該当しないという旨をですね、その我が国の立場を表明するとともに、強い遺憾の意を伝達をしたところでございます。でそれにも関わりもせず、最終見解に皇位継承にかかる記述がなされたことは大変遺憾に思っております。今般の発表を受けまして、委員会側に対して強く抗議するとともに削除の申し入れを行いました。抗議は最終見解公表の当日、我が方のジュネーブ代表部大使から委員会側に対して行ったところでございます。それから、過去の経緯についてもお尋ねがございましたが、前回2016年の女子差別撤廃委員会による審査におきましては、審査終了まで皇室典範が一切取り上げられなかったにもかかわらず、最終見解案において皇室典範改正の勧告が含まれていたことから、日本側の申し入れにより手続き的な瑕疵があったとして、当該部分は削除されたという経緯でございました。でいずれにいたしましても、今回の審査で皇室典範が取り上げられて、最終見解において我が国の皇室典範に関する記述が盛り込まれたということについては大変遺憾に思っております。我が国の皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項でございまして、女性に対する差別の撤廃を目的とする同条約の趣旨に照らして、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではないという、我が国の立場については、委員会側に対して重ねて、抗議をするとともに、削除の申し入れを行ったところでございます。でよろしくございますか。はい、はい、では次のご質問どうぞ。ではパンオリエントニュースアズハリさんどうぞ。英語でのご質問になります。 Thank you Mr. Don Azari, Pan Orient News. It's becoming increasingly clear that the current approach of condemnation rhetoric and imposing sanctions against North Korea is ineffective if not useless, as are demonstrated by the recent launch and other launches of highly sophisticated missiles that proved the continued advancement of North Korean military technology. A new approach, instead of the confrontation Japan and its allies are taking, seems to be urgently needed to save the region from a nuclear war or a less nuclear war, devastating war. Does Prime Minister Ishiba propose the East Asian security strategy call? Does it call for a diplomatic approach or an arms race and confrontation in the region to settle the problems between these countries?
the urgent need for a diplomatic solution cannot be overstated. Thank you. はい。昨日の ICBM の発射はですね、北朝鮮によるこういった核ミサイルの開発は、そもそも国連安保理決議違反でございまして、我が国の安全のみならず地域全体のあるいは国際社会の平和と安全を脅かすものだと考えております。で、我が国の、そういう外交的なスタンスを改めるべきではないかというご指摘だったと思いますが、国家安全保障戦略に基づいてですね、防衛力を抜本的に強化しつつ、その外交努力によってですね、平和を達成していきたいというのが我が国の基本的な考え方でございます。国家安全保障戦略においては、日本の安全保障に関わる総合的な国力の要素として、まず外交力、これを挙げております。外交によって危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出する、これがまず第一に行われなければならないことだというふうに考えております。その上で、北朝鮮に対する我が国の基本方針は、日朝平壌宣言に基づいて、拉致、核、ミサイルといった懸案を包括的に解決をして、さらに不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を実現するというものでございまして、この考え方にいささかの変更もございません。したがって対話をする構えは取り続けているわけでございます。引き続き米国および韓国をはじめとする国際社会ともしっかり連携協力をしながらですね、国連安保理決議の完全な履行を進めて、北朝鮮の核弾道ミサイル計画の完全な廃棄を求めて、行くための外交を展開し、最終的には先ほど申し上げたように日朝平壌宣言に基づいてですね、国交を正常化するということを実現をしていきたいと考えております。はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では本日の会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。